こんにちはマトリックスアフィリエイト第2弾がありましたあのマトリックスアフィリエイトっていうのはねたびたび私出しますけどもこれね役に立つ時が来たんですよというのがあの私もこのね1月31日に実はねあのその人の軸販売のためのプロモーションを組んでたんですけどもこれね中止したんですよというのがこの人はもうネットで稼げてないんですよねもうかつては稼げていたんですけどもで稼ぐべきマーケットっていうのがねもう 飽和しちゃったんですよう稼いでいるところを自分の,あのコンテンツを買った人にどん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 紹介しちゃったんでそこのアクセスが飽和して稼げなくなっちゃったんですよねでもかつては稼いでいたってことで今は稼げなくてしかももうお金急遽としていてもうね勤めに行くことが決まったんですよでそこまで聞いちゃうともうこの人のこと紹介できないなと思ってね紹介したらまさにマトリックスアフェルトになっちゃってあのまあ私ね プロモーションには自信があるんで、誰かの商品は確実に売れるんですよ。例えば1個30万なんだったら、3、4個はタイアップすると売れるんですよ。今までずっとやってきて。売れちゃうからもやめたんですよね。ずっと、あの、31日にこの人の,あの商品紹介しますからねって気を持たせていて、毎日毎日ライブ放送したり、その人のことに触れたりとかね、やっていたんですけども、うん、残念ながら、この人が告白したのはあ、もうネットで稼げなくなったんで、もうやめますということだったんで、やめるのにプロモーションできないよ。と どういうつもり今までずっと積み上げてきたものがあったり、ね、それも言ってみれば私無駄になるんで、回収はしたいですけども、そもそも私その人が売れようが何だろうが、あの、全然分け前をもらわない私のやり方なんでね、ずっと誰からももらってきてないんですよ、今まで。通常売り上げ上がったら折跋みたいなことやったりとかね、する人はいるかもしれませんけども、そういうのはないんですよ。そういうのがないから、もうやめましょうになったわけですよね。それこそ今まで組み上げてきたね、あの、論チっていうのがちょっと無駄になりますけども、それでも、 自分の熟成さんがねその人の商品買うこと考えたらあこれマトリックスアフィールトになるわと思ってちょっとやめたんですよね、うん、だからあの詐欺にかかったことが役に立ったなってやっぱこういう時にあったかなと思います、うん、危ない危ないと思いましたこの人だからねずっと私といい絡みをしてた分ものすごく信頼は高まっていてで実際その商品すでに買った人も前回いてですねもうサポートがちょっとねほったらかしになってるところもあって うん、なんかこうこれでこれはちょっとまずったなと思ったんですけどねその頃からだからもう稼げなかったんだろうなと思っちゃったんででその人に関しましては私の方でサポートしていかない,といけんなっていうところもあるんですよねあの私との信頼関係はすごく強いんであの、まあ、その方じゃないですけどね塾生さんはねいやーだからねこういう時に私は思うのはずっと放送していて自分が紹介した人が消えてもその人の 熟成さんは私の方で引き受けられるからまあいい,いいなと思うんですよねそこはねいやでもね本当なんか稼げない商品をなんか自分で分かっていて売ることをんと思ってないのかなと思っちゃいますけどね、うん、まあちょっとぼやきになりましたけどもそういう人がいたということでございます <laughs> うんへえ、まあ、ナミさんともちょっとねあのいろいろと今 <laughs> さっきまでお話ししたんですけどねそのことについて はいそれでねあのゼロのあれですよね再生数なんですけどもこれね私も同じように思っててというのがいっぱい動画を作ってもゼロアクセスの人に対して私はなかなか言いづらいんですけども <laughs> 私ゼロアクセスはないんですよやっぱりあの吉田さんは多分さっきみたいなね「あの吉ゃにたはキモい」862話でお話してくださったように一気に数百本公開するとその YouTube が拾ってもらえないがためにね あのそのまま流れていっちゃうような再生数ゼロあるんだろうなと思うんですよ。まあ確かにあると思いますよ、それは。<laughs> で、そうなると、あの、例えばね、私は動画を作ってるんだけども、ゼロばっかりなんですよ。これで本当に稼げるんですかって疑問が出た時に、いや、僕もゼロありますよって言えますもんね、吉田さんはね。だからゼロを利用することってできるわけですよ。で、私はそれができないんですよ、残念ながら。だから私も、その、マトリックスアフィリエイトっていう経験があったから、多分これからもね、いろんなところで、 使えていけると思うんですよこの人のプロモーションはしちゃいけないってことで今回ギリギリ30日にそれが分かったんで間に合ったんですけども、うん、危なかったですよねそれでもあの決まっていた対談ライブはやらせてもらいますっていうふうに申し付けはあったんですけどもいや全然できないですよそんなの何のためにやるんですかって話だったんでねそれこそあのサポートしないことを前提の商品私に紹介させるつもりなのかとかね ネットで稼げますよっていうふうに、この人だったら稼げますよって言えないじゃないですか、やめていくのに <laughs>。しかももうやめてますね、その人もね。うーん。あーまあ、この話はまあ,あんまりしてもしょうがないんで、あのあ、危なかったという話ですね。マトリックスアフィールドにならずによかったというね。<laughs> うん。やっぱね、私の、あれですよね、紹介で買う人って、ほとんど私の熟成さんになりますからね、私の視聴者さんになりますんで、そういう人は私も守っていかないといけないかなと。もう自分の売り上げのためになんかね、 こう悲しい思いをする人を作りたくないなっていうのとまあそもそも私の売り上げになんないですからねいくら紹介しても今までね100万を売っても200万を売っても <laughs> タイアップに関しましては私は1円ももらってない,てい <laughs> あのそっか塾の分割払いがねなんかちょっと早くなるぐらいのもんですよね <laughs> はいまあ清く正しくやっていこうと思いますねえ吉田拓郎モ衣863話ですかね今回はねいやね新しいプロモーションでね私ねその 40代50代向けのキックボクシングジムリモートジムをやってますよ今これがねちょっとうまくいきそうです、うん、あ,あとはナミさんの潜在意識のコースですかこれもちょっとね乗っからしてもらってさらにこの世の中に求められるコンテンツに仕上げていきたいなと思ってもう意欲バリバリですねもういいやつをどんどん出していきたいですからねそれじゃ